いうスタイル。皆さんこんにちは。こんにちは。いつも生き生きをモットーのシンガーソングライター陽一郎と、はい、同じくシンガーソングライターの石岡正隆です。はい、今回は You スタイル46回目をお届けいたします。はい、出演はシンガーソングライターの佐藤龍介さんなんですけども、この佐藤龍介さんは僕たちの You スタファミリー、同じシンガーソングライターの仲間のバチ君が設立しました B クラスミュージック、ここからデビューをするというアーティストの方なんですよね。まあちょっとバチ君つながりで、はい、こうやって新しい人に出会えると嬉しいですね。そうですね。はい、はい、ということでこの動画最後までご覧ください。はい、それではどうぞ。街角ライブ&コミュニケーション You スタイル。ありがとうございます。You スタイル46ですよ。お、なぜ英語で？数が増えてきたなーって改めて。そうですよね。はい、もうあれですよね。50回目がちょっとね見えてきてます。よろしくお願いします、はい、兄貴のお下がりのギターを持ったことですね。楽譜を買ってきて、で好きな曲をこうコピーしようと思ったんですけど、それがなかなかできず、もう最初から自分で作っちゃおうっていう感じで作りました、うん、四角い街の四角い部屋で四角いテーブルに計算の二人、心砕いて飾りも剥いで、なんとなく向かい合わせでもう二人、胸の底から引っこ抜いたあれやこれ、輪郭の先には君のるつぼ、しとしと雨誰かに習ったんじゃなくて、その今まで聴いてきてるものの中のこうギターにこう響きだったり、これをこう探していく作業をずっとやって、でそういう風に作っていきました、うん、前に南行徳住んでて、でいつも上安の方で飲んでたりしたんで、来ると落ち着きますね。海近いしな、いい街ですよね。僕はといえばあてのない日々は続く、あっという間に今日が終わる、歩いても立ち止まっても同じ一日、どっちでいい関してでですね、僕は人気者になりたいんで、人気者になりたいです。飛び込みを深夜に見てて、そこからこうインスピレーションっていうんですか、が湧いてきて、まあ生活の歌ですね。生活の歌がいっぱい入ってます。まあいいんじゃないかなと、グッと聴ける曲も何曲も入ってるんですけども、洗濯しながら普通にこう車で通勤とか聴き心地はいいんじゃないかなと思う。ということで、はい、素晴らしかったですね。はい、育ってきた土壌が違う私たちなんですけど、まあ、本当に佐藤龍介君のその魅力に触れることができたかなと思います。さあ、そして次回もうすぐ告知したいんですけど、その前に一つだけ、はい、僕が音楽監督を務めまして12月6日に浦安市文化会館大ホールでピュアホワイトクリスマスコンサート6やることになってます。これですね、恒例です、はい。これは、0歳児向けのファミリーコンサートで地元浦安の若手音楽家がどんどん登場するというそういうコンサートになってますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、はい。さあ、そして次回の「YOUSTYLE」なんですが、12月18日木曜日、同じこの浦安市民プラザで行われますが、ゲストはフラダンサーの久保田真理さんです。この冬にフラダンスを見るという、冬だからこそ、ね、はい、このフラダンスね、こう常夏の気分を味わっていただきたいなと思いますし、はい、それからこのクリスマスだからこそお届けできる内容があるかもしれません。そうですよね、はい、ちょっと普段見れないフラダンスが見れると思いますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい。さあ、そしてこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。陽一郎と石岡正隆でした。さようなら、バイバイ。私のスタイル You Style、 あなたのスタイル You Style、 街がステージになる You Style You Smile、 浦安 You Style。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お客さんの反応は。なんかライトで見えなかったです。さあ、これで龍介君もユースターファミリーになったわけなんですが、はい、これからアーティストとアーティストをつなぐ役として活躍してくれますか。いいと思う。動画をインターネットで見てくださっている皆さんに一言お願いします。あ、ユースタイルです。佐藤龍介です。また来てね。